お風呂上がりだからジュース飲む。お風呂上がりだからってわけじゃないけど。あ、すごい。あ、ありがとう。すごいいっぱい。こんばんは。すごい花火ありがとう。嬉しい。あ、まつげ美容液持ってない。すごい、ありがとう。嬉しいよ。まつげ美容液塗るの忘れてました。ちょっと糖いっぱい。フランフラン。こんばんは。オッケー。ふう、今日なんとお家から一歩も出てません。何してたんだって感じだよね。わかる。私も自分が何してたのかわからない。ただひたすら家にいました。そう、なんか出かけようかなとも思ったの。そう、出かけようかなと思ったんだけど結局出かけなかった。なんかお姉ちゃんから電話かかってきて、そう、それで姉ちゃんとずっと電話してて、でお風呂入って今に至ります。一日パジャマじゃないよ全然。そう、あ、緑色の花火とあと黄色の花火いっぱいありがとう。電話とお風呂でいじそう、そう、あとはもう掃除して、掃除して片付けしてとか、あとはみんなの様子見に行ったりとかしてました。すごいいっぱい花火飛んでる。嬉しい、ありがとう。暑いね。みんなどんな感じかなって思って
見に行ったりをしてました。あのコメントとかはしてないんですけど。でも結構接戦ですね。まあまだ2日目っていうの、2日目だからね。イベント中なので星がありません。全然いいですよね。順位がどんどん入れ替わる、わかる。それな。やっほーね。みんな頑張ってる、頑張って。定型文面白い、本当？ありがとう。すごいタコ花火、ありがとう。しまった。プレイに50カウント？50カウントいらないよ。私何もしてないもん。花火玉があったらちょうだい。花火玉があったらください。今日は早起きだったから、なんかそう早く目覚めちゃって。生活リズム戻ってきてほしい。はい。ありがとう花火玉。無料の花火全部投げたからそれで勘弁を。ありがとう。頑張ってね。はい。あ、ヨーヨーありがとう。花火玉すごい。無料の花火玉いっぱい飛んでる。ありがとう。黄色の花火玉が一番好き。この中にも5時起きの人が何人も。5時起きの人、5時起きの人、やっほー。行く音出して言って道筋。安定の寝坊です。あ、頑張って。いやー1週間みんな、そしたら1週間寝不足じゃんね。いや7時まで仕事してた？やばー、マジ？お疲れ。寝たかい？星いただきます。どうぞ、あの無料の花火玉と交換で。はあ、こういう時に楽しは楽でいいな。まあね、確かにね、確かに確かに。ちょいちょい支援の星投げしてました。おお、楽しいですけど応援です。まあね、全然
全然多分ねこの期間だから全然私にも星投げしなくていいよ。花火が止まらないね、嬉しい、ありがとう、いっぱい花火ありがとうございます。花火投げに来たよと、ありがとう、嬉しい、優しい、ありがとう。ありがとう。明日から1週間毎日4時起きです。やば、私最近さなんか寝れなくて2時3時とかまでそう布団に入ってるんだけど寝れないのがあって、もう2時3時まで寝れないんですよね。そうでも今日は昨日はね3時前ぐらいに多分寝れたんだと思うんだけど、そこで今日8時に起きたから多分今日は早めに寝れるんではないかなと思ってます。はい、すごい花火玉とヨーヨーありがとうございます。そうなんかさたまにあるんだよね寝れない時、なんかこういう波であります。寝れる寝れないみたいなのがありますね。うん、やっほー。寝れなくても布団に入って目を閉じていれば7割は回復するらしいよねって言うよね、わかる。早く起きなくていいのに目が覚めてその後寝る、あーわかる、わかる。お、緑色の花火ありがとうございます。また誠治に参集とか教えてくれて、いや全然全然私何もしないです。のえさんはそう、のえさんも最初の1回なんかちょっと相談されたぐらいなので全然私何もしてないんですよね。そう、レンヤーさんのところ、レンヤーさんはいろいろ電話したり しました。そんな大したことしてないです。ありがとうございます。わざわざ来てくれて。星どうぞ。星持ってってください。黄色の1日100個もらえる花火玉があればそちらいただけたら嬉しいな。ああマジでありがとうね。全然です、全然です、花火玉がかわいくない少ないドスッピンのパジャマにこれ最悪だよねありがとう、あ、バラまでありがとうございます。ありがとう、こんなに黄色の花火玉がたまる、うん、壇上にあるなんてそれだ、はい、眠くなってきた眠くなってきちゃった。
ごい、ありがとう、いっぱいいっぱいありがとう。ありがとうございます、たくさん来てくれて、花火玉まで投げてくれてありがとう。欲しなっても無料でもらえるからどうぞどうぞどうぞ持ってってください。ねえ、めっちゃ飛んでる、本当にマジでマジで本当にありがとうございます、ありがとう。こんなにこんなに飛ぶなんて私のルームでこんなにこんなに飛ぶことあるんだろうか。ありがとうございます、本当にありがとう、マジで本当にありがとう、感謝です。あのアイスが食べたいんですで帰って話ですよね。わかりますわかります。いやーねありがとう、本当にありがとうございますあ、投げ終わりましたって、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、感謝。無料の花火でもらえるんだからもらっておこうね。かな先生にささやかな、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、こんなにこんなに見て、絶対星より多いんじゃない、そんなことないか、そんなことある、うんはいね、ありがとうね、本当にもう毎日毎日こんなルーム荒らしちゃって大丈夫ですか。先生ありがとうございました、お礼です。いやとんでもないです、本当にありがとう、ありがとうございます。スマホから花火の送り方がわからないです。ですね、一回私の配信を出ていただいて、左上に3本線があると思うんですけど、3本線をタップしていただいて、そこにマイページっていうのがあると思うんですよ。マイページ、マイページ行くとチャレンジっていうのがあると思うので、チャレンジから受け取れるので、黄色い花火玉がそれを受け取って投げていただけたら嬉しいです。お礼にぶん投げとくありがとうございます、ありがとう、すごーい、ありがとう、こんなにたくさん、無料の花火玉、無料の花火玉も、はいこんばんは。おお、タコ、タコ花火が、ありがとう、タコ花火、タコ花火ってあれでしょ、チャージなソルトあれでしょ、もらえるやつでしょ、すごい、いっぱい花火、ありがとうございます。みんな、え、じゃあさ、これさ、このキャンペーンが始まってさ、タコ花火投げてる人ってこのキャンペーン始まった時になぞったってこと？ですか？
ないよ本当に、もうなくていいからねもうなくていいよ黄色の花火玉。おい、もうないようじゃないじゃないか緑色の、ありがとうございます。タコ投げた数でなぞった額がわかります。額言うななぞったなぞがわかります。なんかよくわかんなくなってきちゃったねもうなぞの有効活用活用しすぎこんばんは、黄色投げ忘れてた。おい黄色の花火玉こちら、ほらテロップ、ナソが多すぎる、わかるナソナソですこんばんは、お、初見さんが来てくれてる、ありがとうございます。こんばんは、たくさん花火玉ありがとう。うのがいっぱい来てる、やほ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 、星の回収会どうぞ。あ、この配信20時までなので、捨て星でも星回収でもどんどん有効活用してください。1時間配信してるんで。黄色の花火玉もらってきた、だってもらってきたの、私のところにくれたりできる、うん、本日のチャレンジ分導火線に点火しておきました、ありがとうございますありがとう。捨て星の関係、あ、なるほどね、バイバイ。そうなの、ありがとう、嬉しい、そんなのもらってきてくれたの、優しいね、覚えはいいのありがとう。サンマド、やば、ありがとうございます。こんばんは、ご視聴どうぞどうぞどうぞ、欲しいんでももらってってください。もうその代わりや、この黄色の花火玉くれたら嬉しいな半分はるちゃん良いのかしら、どうぞ残して残して、推しがちゃんといるのにごめんね200個の黄色、嬉しい、ありがとう200個もくれるの、私にありがとう。そっか、もうみゆみゆは達成したもんね、余ってるか、ありがとう嬉しい、やほやほ、ありがとう来てくれて、ちいはる推しだから、やったー、ありがとう、イエイイエイねえ、みゆみゆめっちゃ良かったよね、2日目ぐらいだっけ、ねえすごいね、なぞちゃんだってかわいい、なにそれ、なぞちゃんに黄色の花火玉置いてくれ、ありがとうありがとう。ひのちゃんところから来たアドバイスのお礼です、花火を受け取りください、ありがとうございますあ、レンギャーさんの星集めで、ね、花火投げました、ありがとう、嬉しい、星はもらってって本当に、1時間配信してるからね、分かる、アドバイスのお礼で花火めっちゃ来てるの嬉しい、ありがとうございますあ
ありがとうございます、ありがとう。この交換条件でめっちゃうわかるー、それなーいいことはするもんですね、同じコメントが違う人から、すごいねえ、いいことなんですかね、ありがとうございます。ただただ私が図太いだけじゃないいやあのさ、教えるだけ教えていいよお礼なんてっていうのがさ、かっこいいじゃん、一番かっこいいね花火玉欲しいな終わってるで一番かっこよくない、かっこ悪いわかる、もともとね全然花火玉関係なかったんですけどはいはい本当にありがとうございます、たくさん来てくれて、ずぶなそうなんかやだあ、レイニャンさんのところからもありがとうございます、嬉しい、もう投げてしまったあら、でもありがとう来てくれて、ね、うわーありがとう、緑色の花火もありがとう、嬉しい。今何ポイント、さっきコメントであったよね、何ポイントって、12万2000、やばっ、だって配信始まる前って10万だったよね、もう2万増えたの、やばっ、ありがとうございます、あ赤の花火玉ありがとうございます、赤の花火玉ってあれ千羅荘、おお、また投げに来た、え、ありがとう、なんで、毎日100個いただけますのでお願いしますね、本当お願いします、なんでですか、ありがとう、こんなにたくさん赤のお花火玉ありがとうございます、すごい、ありがとうございます、嬉しい、みんなそんなに黄色の花火玉待ってるの、余ってるならください。ね。はい。ねえ。100個増えた、ありがとうください察しね、最近変な人多いね、みんな気をつけてね、ひのちゃんルームより花火300個、うわありがとう、ありがとうございます、みんな変な人いるから気をつけてね、世の中ね、あなんかだるま飛んできてる、なんでありがとうございます、間違えたのかな、私はもうねいやなんか最初はね、その参加しようかなとか思ってたの、その舞台が延期になっちゃったから期間的にできるしどうしようかなって、そうだけど、うん、やんないって最初に言ってたからやらなかった、うん、あ、緑色のなんだっけ、花火玉ありがとうございます、通りすがりで投げといたよって、そんなかっこいいことある、ありがとうございます、ありがとうね、アイスもらえるといいな、こんなにいろんなさ、もう私推しじゃない人からもさ、なんかさ
花火玉くださいって私が一瞬だって言われてたからさねえ、これでじゃあゲットできなかったらなんかちょっとさねえ恥ずかしいねえありがとうございます。こんなにたくさん黄色の花火玉ありがとう。本当にねえ、テロップ見て投げに来た人いるかな、いるのかな。でも今日すごいね、ありがとうございます。ミス三角組に申し訳ない、わかる。ほんと初見です。だってありがとうございます。ね、ありがとうございます。それ見て余ってるのに気づきました。あ、そうなんだ。へえ、正直花火玉の存在知らなかった。マジで花火玉待って投げに来たよ。ありがとうございます。みんな優しい。あ、初見さん、初見さんありがとうございます、来てくれて。あ、そうね、花火玉回収ルームですねこちら。こちら31日まで、あれツイッター流す、あのかっこ求む黄色の花火玉譲り星。本当に。うおー、びっくり、びっくり。姫様から、どういうことどういうこと、ありがとうございます。タコ花火めっちゃ飛んでてびっくりしたんだけど。あー、びっくり、怖っ。ありがとうございます。提供、提供欲しい。求む何、黄色の花火玉。ねえ、本当にありがとうございます。取れ。もう何、あのブツブツ交換じゃなくてさ、なんだろう、この何、配信上の交換。ね、テロップ見てお礼しなきゃって思って投げに来ましたって。ありがとうございます、嬉しい。視聴大したので花火300投げました。マジでありがとうございます。割に合わねえ、それな。それな、ほんとそれな。ほんとに。星なんて誰でももらえるからね。一応この花火玉さ、あのルーム一回入ってさ見てさ、それで受け取らなきゃいけないからさ、あの花火玉の方が価値高いんですよね。絶対。ポイントだけで考えると星と花火玉ってなると星だろうけど。あ、花びらもありがとうございます。なんで緑色の花びらもありがとう。イベント期間中じゃないの、期間中でしょ、イベント期間中でしょ。みはるさん、ありがとうございます。ねえ、ありがとう。あのマイページ、マイページ行っていただいて、あのチャレンジで1日100個受け取れる花火玉がもし余ってれば、はい、ぜひ。はい、あ、緑色のやついっぱいありがとうございます。やつになっちゃった、緑色の、はい、花火玉もありがとうございます。ね、
やっほー、こんなたくさん花火がずっと、ありがとう。知らなかった、本当。そう、もらえるんです、1日100個もらえるので。イベント達成しますように、ありがとうございます。こんばんは。祭りも投げるところがなくて、あーね、祭りだーみたいなやつでしょ。確かに確かに、それってお祭りのルームでしか投げれないところなのかな。余ってたゴールド使ってみた、やば、ありがとう。ビスイベ参加しているメンバーのファンは花火知らない人多いから、あーなるほどね。1日100個そうなの。明日もこれそうなら来る、ありがとうございます。ギフト入れてこないからね花火。あ、そうなんだ。あ、緑色のやつありがとうございます。すごい、まあ13万だって。1日でこんな増えることある？すごいんだけど。ありがとうございます。137,402、やばー。黄色の花火玉投下しますだって、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、また緑色の花火玉飛んできた、ありがとう。なっそなそって何はい、花火だけでイケメンになれる部屋はここですか。待って、どんな情報まあ確かに花火だけでイケメンになれるかもしれないけれどもそういう話、そういう感じの話はしたかもしれないけれど、どう曲がりに曲がって、あの、そんなんなったレンギャさん投げてくださってるんですか。ありがとうございます。レンギャさん配信で忙しいのに、レンギャさん課金ってちょっとじゃなんで、ありがとうございます。今は休んでください、マジで本当に、あの、合間はマジで休んだ方がいいです。私のところに来てもなんもないので本当にやば。レンヤさんイケメンですレンヤさんイケメンになりました花火投げるだけでイケメンになれるルームはこちらです何なの何なんあー面白い暇さえあればなそってるね、それやばいよそれはやばいよイベントにね参加されてるメンバー、ほんと頑張ってください。終わったらご飯行く、行きたいです行きたい、ありがとうございます、嬉しい私がさ花火投げるだけでイケメンになれるこちらですって言ったから、なんか花火飛んできたんだけど緑色の花火ありがとうございます。そう、黄色の花火もうありがとう。なんかさ違うのよ、私がさ、私がさご飯とかお菓子とか、お菓子アイスとか話するとさ、なんで痩せたいが口癖ですって言うのそりゃそうなんだけどさ素晴らしい、ありがとうやっほー。通常はタワーを投げると怒られる、そうですね、そうですね、基本的に通常はね、そうですね、はい、ショールームの女神マジで
シアターの女神じゃなくてSRの女神になっちゃう定型文にあるのであ、花火玉ありがとう。緑色の花火玉とヨーヨーもありがとうございます。すごい本当にいろんなさ、黄色のさ花火玉がさ、いろんなところから飛んできてて本当にありがとうございます。うん、お、赤の花火玉まで飛んできちゃってる。ありがとうございます。すごい、ヨーヨーまでありがとう。ナソの女神、なんか生々しくないナソ有効活用しすぎてさ、あの地下ナソなのかさ、その地下なっていう意味のナソなのか、もうこれなのか分かんなくなってくるよ本当にあー、ハートが飛んでる。なんで、ありがとうほんとにいっぱいある。ナソ、ナソのナソがいっぱいはあナソたまるように手合わせとこ。待って、私さ別にさ、あの大仏とかさ大仏様とかね、ちょっとね、仏様とかそういうわけではないのよ怖いナソが一人歩きしてるすごい、なんかヨーヨーがいっぱい。ありがとうございます。黄色の花火玉もありがとう本当にもうね、新規にナソの理由を、由来を教えてください。由来なんだろう、なんか地下ナソって言ってる方がいらっしゃって、そう地下ナソっていう風にそう言ってる、その一応ニックネームが地下ナソでね、あ、まあ若干いたんですよ、あって、でそこから姫と公演を組んだ時に、その公演名何するかってなって、ピメナソになったんですよ。地下ナソのナソを取ってピメナソで、そうそうそう、それでナソになりました。ん？合ってる？関係者の方ですね、関係者の方が地下ナソって呼んでる方がいらっしゃって、そうそうそう、やっほやっほー。はい、うん、緑色の花火玉ありがとうございます。黄色の花火玉もありがとう。喉鳴る、あのそうでもなかった花火あげました、ありがとうございます、本当にありがとうありがとうございます。あの、なんか課金とかいくらとか円とか使うとなんか生々しいねってなって、せっかくナソがあるからナソを使おうということでナソになりましたそう、そう、そう、そうなの。え、いくらの何円の何とか投げたのとかさ、ちょっと生々しいじゃん。
なその有効活用でございます。こんばんは。あ、今46分だ、はい、お、たくさんありがとう、花火玉、あとヨーヨーもありがとうございます。波乗りかき氷、この枠ほぼ黄色だけで5万ポイントいくんじゃないか、いくかな、すごっ、今15万だって。え、そんなことある、すごくない、すごくない、うー、びっくりびっくり、え、やば、おーい、おーいって、ちょっとちょっと、なんで黄色のおーい、おー違う、このね、ちょっと違うじゃん、これ おしゃべり会で叱れないやつだよ、おしゃべり会、うえ、うわー、投げましたね、あなた投げましたね、ありがとうございますなんですけど、投げましたね、あなた、私は、私はもうびっくりですありがとうございます、本当にもうダメでしょね、20万って大変なんだね、大変大変、ここがエンドレス花火大会の会場ですか、どういうこと本当、20万目指しているのにタワー投げると怒られる矛盾、わかるここのルームだけだよでも本当ありがとうございます、来てください毎日私のルームに来てくださいだいたいこの時間か23時ぐらいにやってますので、はい本当にやばー、ありがとうございますなんですけど、ありがとうございますあ、すごい、黄色の花火もありがとう、緑色の花火もありがとう、やっほーね、すごいね、本当にすげえ通りすがりにさせないよ、パワーワード、マジでダメだよ、通りすがりでそんなんね、ダメです、来てくださいダメです、通りすがりになんてさせません、マジでちゃんと来てくださいねえ、ほんとたくさんありがとうございます、あ、初見さんありがとうございますね、え、ヨーヨーもありがとう、こんばんは、ね、でも久しぶりって言ってくれてたから久々だったってことだよね、ありがとう、来てね、久しぶりじゃないのよ、来てください来てください長岡祭、あ、長岡祭りより豪華な花火大会やわ、あ、あだわなんかダメだ、頭回りません、ちょっとありがとうございます、確かにすごいね、たくさん500個ありがとう、そんなにくれるの、私にありがとう、代わりに星もらってって全然全然交換条件になってないこれしたら30秒見ればもらえるんだから本当にありがとうございます、たくさん
びっくり、今日だけで何ポイント？本当にやば。だから割に合わない。わかる。安い交換条件、わかる。なね、わかるね。コメント追いついてないうちにさ、3つ目いきますってボーンじゃないの。あんたもさ、オンライン来れないからさ、言えねえじゃねえか、おい。やば、星はポイントにならないんですよ。そう、花火系しかならなくって、そう、ヨーヨーもならないんですよね、ポイントに。花火しかならないので、そう、電卓を首に下げてた娘さん、あ、そうです、そうです、そうです、娘です。どういうこと。うわー、ほんと怖いよー。3つ目いきますじゃないの、ほんとにもう、なんなの。ありがとう、緑色の花火ありがとうございます。本当に分かる、達成しちゃいそう今日だけで、怖いんだけど。もういいよね、花火タワーはもういいよ。本当に花火はなす必要なアイテムですか？いや、無料でもらえるものもあるんですよね。マイページ行っていただいて、チャレンジから受け取れるこの黄色いちっちゃい花火見えるかな、こういうちっちゃい花火は1日100個無料でもらえるので、そうなんです、だからぜひぜひ、はい。4つ目いきましょう、行かなくていいからね。うおー、行かなくていいって言ったじゃん、これ何、タイムラグですか。うわー、怖い、あったって言っちゃった。うほだ、ね、ゴリラいるよ。ちょっと待って、やばいよ、だってさ、レイニャーさん応援してるんじゃなかったっけ、あれ違う、あれ私の勘違い、レイニャーさん応援してるんじゃないの、怖いよ、あれ違った。あんたわかる、そうだよ、レイニャーさんもしね。やばいやばい。アカウント2個あって使えない方、どういうこと。アカウント2個ってどういうこと。ナスを使うとこう、ここでね、本当に、まあ金銭感覚はすでにないです。どういうことですか、金銭感覚保ってください。本当に、あー、なるほどね、そっか、欲し、なるほどね、なるほどね、なるほどね、いやー、ありがとうございます、こんなにたくさんの花火に囲まれて、私は今日眠りにつくんですね。なんか死ぬ人みたいになっちゃった、ちょっと待って。推しが配信しないか無料の黄色い、ありがとう、500個もありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、花火まで、あ、レイニャーさんのルームから、ありがとうございます、こんばんは、日曜日、日曜日待ってます、日曜日9月5日ですか、待ってます待ってます、解除になりました、アドバイスありがとうね、全然全然ありがとうございます、すごい、こんなに、本当にこんなにたくさん花火、びっくり、本当にありがとうございます、うおー、なんで、誰、待って、誰知らない、待って、私が初見。誰、ああ待って、プロフィールないじゃん、誰。わかる、通常の配信でこんなに私違うの、私のルームってさ、なんか
合ってんの？答えなんて。あの誕生日とかさ時ぐらいなんですよ。うん、そうしてるんです。私が怒るから怒るからわかる。何の記念、今日なんか記念日でした。私たちなんか記念日ですか。何今日わかる。今日誰今日誰じゃない、違って誰、本当に誰怖いよマジで誰、これ累計見たらわかる。わかんないか。誰、びっくり、なんで怖いよガチの通りすがりですか、コメントください。イケメンになれな、イケメンですよ、ちょっと待って怖い、酸素足りてません、ちょっと待って、びっくる びっくりチャージしました、ちょっとなんでえ通りすがりなんて、そのリッチの投げ方してわかるわかる、怖い怖い怖い。赤い花火玉ありがとうございますやば、え怖いよ。なーに今日は、今日記念日記念日ですか。ちょっと一応に、え5分だけいけるかな。5分までにするね、マジで5分までね、本当にちょっとそれ以上多分伸ばせないと思うから頑張って5分、一応20時までっていう約束だから5分ね。え怖い、ちょっとスクショしていい、ちょっと待って、どれをどうスクショすればいいんだ、ちょっと待って、スクショであれか、メモろ怖い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 、なんか手しびれてきた怖い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 、あ間違えた、なんかすごいいっぱい花火飛んでる、ありがとう、今必死にメモってます必死に、これであれ、あ合ってるね、ありがとうございます、マジで誰ね、使いどころがなかったので差し上げます、えありがとうございます、え私が初見です、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい、使
どころがなかった。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。ちくわさんに感謝している方がたくさんいるんです。そんなことある？ありがとうございます。私の達成しました。本当ですか？マジで？ちょっと待って、見る、ちょっと待って見る、ちょっと待って、嘘、そんなことある？ちょっと待って、待って、あ、すごい、姫達成してる、ちょっと手しびれてる、ちょっと待って、待って、私のところにはなってない、待って、でもなってるのか、なってるのか、ちょっと、本当？ありがとう、もう達成したから違う人のところ投げてください。テロップ出しておくもんですね。わかる、本当に来てくれてありがとうございます。やばい、よっしゃー嬉しい、遊びに行きますね、レニアさんところ。てか普通にあの星あるんで投げますね。私認証してるし、なんなら。ありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って。ちょっと待ってね。アンド。ちょっと待って。はい、ギフト封じイエーイいてやったやったやったチャップ迎えよう。本当にありがとう、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 大好きいやー嬉しい、ちょっと待って、イエイ、うわーいマジ頭いいねでしょ勉強できない脳みそだけど、あのこういうこういうことは頭使えるんです私脳みその使い方がうまいんだと思うすいません、勝手に5分伸ばしました、ごめんなさい。ということで壇上読んで終わりにします。本当にありがとうございますはいはい、13位トッシーさん、13位トッシーさん、12位、あー待って、これ読めない、川竜、いつもあのあれツイッターとか言ってくださってる方、なんて読むんですか、これなんて読むんですか、教えてください。12位の方、なんとかピメナスおじさん、わかる方いらっしゃるかな。あ、待って、川柳、川柳で合ってますか、あ、川柳で合ってますか、あ、本人いらっしゃった、ありがとうございます。じゃあ12位、川流ピメナソおしさん、言えない、ちょっと待って、12位川流ピメナソおしさん、11位 D 山さん、11位 D 山さん、10位タッチンさん、10位タッチンさん、9位ののいくさん、9位ののいくさん、8位マイクさん、8位マイクさん、7位滝尾ビルさん、7位滝尾ビルさん、6位アキラ、あ、言えない、6位アキラ先生さん、アキラ先生さん、5位まゆさん、5位まゆさん、4位ただいまさん、4位ただいまさん、3位めちゃぎしゅさん、3位めちゃぎしゅさん、合ってるよね、めちゃぎしゅさん合ってるね、2位きくまるさん、2位きくまるさん、1位こうさん、1位こうさん、ありがとうございます、本当にありがとうございます。
たくさん本当にありがとうございました。いろんな方からね、いろんなね、推しの方から、なんだいろんなところのファンの方からの支援もあり、本日撮影することができました。本当にありがとうございます。本当にたくさんのね、花火玉、そして今日なぜか何の記念日でしょうかっていうぐらいの、あのタワーが立っておるんですけど、立っておる、ちょっと待って日本語日本語終わってる、ちょっと待って本当にたくさんありがとうございました。ちょっと時間も時間なのでちょっと終わりにしますね。すいません、本当にありがとうございました、ありがとうございました。また会いましょう。ルームあのね、あのビスイベに参加しているメンバーのね、応援とかもぜひお願いします。本当にね、本当たくさんありがとうございましたはあ、ありがとうございました。本当にもうマジで本当に課金したやつら覚えとけよこんな口聞いてる私なんで本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ということで、すいません、終わりますありがとうございましたバイバーイ、ありがとう